さあとということで今回はねペーパープリーズというゲームやっていきたいと思います。はいということで、このゲームはですね入国管理官になるゲームなんですけれども昔、一度やってるんですよねただ、すぐに終わりました。それはなぜか 捕まったからです。はい。あの、汚職しまして、あの、コンピューターから、ちょっと、俺こういうことするから、ちょっと、ちょっとお金あげるから、ちょっと一緒にやろうぜみたいなこと言われて、で、これ結構混沌とした世界観の,のゲームなのよ。だから、まあ、こういうのありなゲームなのかなと思ってたのね。だから受けたの。そしたら、捕まった。連行された。あ、これダメなゲームなんだと思ってね。で、そこでゲームオーバーになっちゃったんで、それ以降やってなかったんですけれども、ちょっとやっていこうかなと思います。今回それ、お食とかしないでね、もう、綺麗な、綺麗な瞳で。 もうね真面目に生きていきます。はい。ということで、じゃあやっていきましょうか。おめでとう。何がって話だよね。えーっと、10月の勤労抽選にあったう入国審査官に命ずるこれ結構さ、命じられ方が適当すぎんだよな。辛くね <laughs> 俺、絶対嫌だわ。 命じられてから行ってらっしゃいって言われて行きたくないよね。まあ行かなかったら縛かるんだろうけどさ。まあ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 。しかもこれさ、結構混沌とした世界線でさっきも言ったけど、ほんと混沌落としてて、あ,ある人使えねえ子あれ。その世界線でさ、抽選に選ばれたからさ、入国審査会やってんねって言われたら恐ろしくないいつテロられるかわからない世界観だから、さ、グレスティン国境検文書、ついに解説、6年ぶりに再開、入国管理者は平和を保てるのかと。はい。もう鎖国してた国なんだよね。ただでさえ危なそうなのに、抽選でやりましょうってね。ふざけてるのかと。 80年11月23日。確かね、最初の最初は、あの、書類がほぼなさすぎて、逆に不安になるレベルだったんだけど、2日目ぐらいから一気に増えてくるから、そこどうにかしたいね。さあ、グリステン結婚、結婚じゃない。えー、検問所への着任を埋めると、パスポートに入国ビザを応印し、入国者に書類を変革するようにと。で、入国はアルストツカ国民に限ると。はい。まあ、多分なんとかなるんじゃないですか。で、これとかもあるんだけど、正直ね、邪魔なのよね。書類が全部全部。アルストツカはこれなんで、さあ、じゃあ行きましょうか。早くしないとね。 さあ、初っぱなからどんな人が来るのか。さあ、初めての仕事ですね。あ、入れますね。うん。ただ、期日もあるからね。11月とかだよな。まあ、大丈夫です。はい。どうぞ。さあ、ルスつかに栄光あれ。さあ、次ですね。あー、ダメですね。この剣文字思ったより小さいですね。<laughs> そっか。その世間話するためにずっと並んだんだな。どんまい。<laughs> すげえ。今の会話するためだけにこの長蛇の列を並んできたと思うと泣けるな。 あ,あもうダメだね。このクソ長い列に8時間並んだのよ。いやー、価値ないんだな。ごめんな。入れる価値がないんだ。てか、さっきの子もさ、8時間並んだってことか。信じられん、最悪だな。ごめんね。ちょっと、許して。<laughs> いや、だわ、本当だって、ののしられなきゃいけないんでしょ、ね、国のためやってんのにさ、さあ、これもダメですね。もうダメな人ばっかじゃねえかよ。どうなってんだよ、この列。アルスつツカが一人も、一人しかいないじゃん。戦闘伐滞が全員違うっていう。さあ、そして、はい。 書類をこの検問所を開いたら間違いだ。<laughs> 何何何何何あ言いに来ただけ ?8 時間並んでこれを言いに来たのか,か活動をしてる人なのかそういうなんか抗議活動みたいな。すげえな。まあでも言葉で言いに来るだけまだ優しいわ、うん。結構ね、そういうので危ないことしてくる人もいるからね。あの武力行使してくる人もいる中であ口だけで言って刺さってくのはすごい8時間並んで、もう紳士だね。 さあ、書類をください。えー、っとですね、ダメですね。はい、お借りください。もう、しょっぱなは楽。しょっぱなはポン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 いける。だからここら辺でいかに稼げるかだね。俺、ほんと遅いんで、書類審査がね。ちょっともう、このゲームのために俺、マウス新しくしようかなと思った。このマウスちょっと動かしにくいから。いけるな。はい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 。ほんと、一発目は楽だな。でもさ、こういうさ、鎖国してる国の検問所と、鎖国しててさ、ほとんどの人が入れなくて、一部の人が入れる。 ね、ってうさ検問所とか大変そうだよな。まだあんのかな、そういう国って。ちょっとよくわからないんだけれども。さあ、ということでね、ちゃんと銃持ってる人もいるからね、ここにね。怖いな。書類を。さあ、書類を渡してください。はい、OK です。どうぞ。で、ここら辺のさ、あれもダメな場合もあるし、あれもあるよね。ちゃんとあるあるあるあ、OK、パナからミスったらちょっときついよな。書類好かなすぎてさ、ちょっとびっくりした記憶あるわ。その、一回さ、その、 捕まった後に、プライベートでやり直した時に、まあ、すぐやめちゃったんだけど、うん。他に、本当ね、結構長くやりたい、こん今回は。みんなに見せたいわ、その最後のエンド俺、あえてさ、見てないようにしてんのよ。そのラストどんな感じなのかって、感動したいから。なんかさ、最近ネットが、ね、ネット文化になってさ、すぐにこれ候補が見れるようになったけど、俺、今回見ないようにしたい。うん。う感動あじゃえて、そしてすげえな、おひげ。ひげすごいね。 だるまみたいな感じですね。あ、帰ってった。今日はこれで終わりかな。まあ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 、いい仕事したんじゃないかい。1日目。さあ、収支を管理せよ。まあ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 、こ,この2つはちょっと暖房費は、暖房費はカットしていいかもしれないけれども、じゃあカットするか。<laughs> ひどい。<laughs> さあ、グリスティン国旗あえー、もういいって、そんな。なんで緩めちゃうのよ。外国人も許可って書いてあるね、ここにね。恐ろしい恐ろしい。さあ、24日ですね。はーい。 どんどん増えていくわけだから大変だよね。人にミスるかもしれない、こっから。さあ、本日は正規パスポートを所持した外国人について入国を認める。はいはい。調査設備、これですね。はい。ある人つかねえうあれ。さあ、じゃあちょっとだここ見、ここ見なきゃいけないんだよね、しっかりと。俺マ,マジで、マジで不安でしょうがないんだが。まあ、ちょっととりあえず通してみるか。で、これでダメだったらわかるから。うん。で、下から出てくんのよ、あの警告文が。それが本当不安でしょうがな、ね、い。あれちょっと待って。 ですよね。いやー、こうやってどんどん増えていくわけでやること、やること。印刷ミス、ごめんな。もし本当に印刷ミスなんだとしたら、ミスした人を選んでほしい。すげえ、顔寄りすぎでしょ。顔めっちゃ寄ってるじゃん。さあ、大丈夫そうですけどね。しっかり見た方がいいのか。でもこれめんどくせかな、正直地名しっかり見るの。もうやり込むと覚えるんだろうな、地名ぐらいは。あ、は、れ、い、どうぞ。う正直地名見ずに行っちゃってもいいけどね。たまに警告来るぐらいしょうがねえだろ、つって。あっ。写真不一致だとえー、画面、あこっちの画面に気を取られて。やらかしたー。 もうすぐバスが出てしまいます。じゃあ、通してやるよ。いいよ、じゃあ、通してあげる。<laughs> こんな入国管理官でいいのかこんな入国管理官で許されるのかまあしょうがないわ。あんな感じでね、指名されたんだからめんどくせえんだからいいよ。これ確か一番端っこだったよな。合衆連邦えっ、ー、とね、大丈夫じゃないかな写真も大丈夫。ちょっと頭になんか赤ずきんちゃんみたいなのかぶってないけど、まあいいでしょう。さあ、ちょっとほんと下。あええええ,え 不正な発行地。うわ。まだ罰金だし、まだ罰金だし。次やったらダメ。こんにちは、イケメンさん。退屈そうね。いいことしたいならうちに来て。え、何何何おう。ただちょっと、年齢対象外かな。まあまあまあ、持っとく。じゃあもうせっかくもらったし私、通しておしてあげよう。<laughs> <laughs> えー、ここはね、ちゃんと見なきゃダメなのか。えなんか、ちょっと待って。うわー、なんかしてる。撃って、撃て、早く撃て、早く撃て。なんで当たんねえんだよ、こんなによ。 銃下手すぎだろ。あー、ちょっとゆっくりしすぎたな。ちょっとゆっくりしすぎちゃったね。もうちょっとテイス上げなきゃやばいな。ちょっと2日目はちょっとやらかしたな。もうちょっと長くやりたかったところ。ほらほらほら全然ない。まだダンボは削っていい、ダン暖房削ったらやばいな。グレスティン検問所、テロ襲撃、コレチア巡動会よかよくかかるせば、コレチアやばいんだよね。コレチアが毎回やらかすんだよ。そでこでコ増えてる。めっちゃ増えてる。 5人体制か、えー。正規の入国権が必要となる。うわぁ、来ましたねたたったとッ。たったと行こうぜ。たったと。で、これも、ちょっとこれここ、これ、ここに置いとくわ。これと、置いとく。さあ、あれ入国権あ、あっったこれ、めんどくせえな。まあ、25日大丈夫だね。俺さ、こんなゆっくりやってたら絶対に間に合わねえんだよな。じゃあ、はい、通してあげる。うん、通してあげる。はい、どうぞ。 入国あの入国券ないんですけど、まあじゃあちょっと一応俺情けをかけるか？一応情けをかけて入国券が必要はい。おい、どうだ。声許してやるぞ。はい、どうぞってムカつくな。<laughs> はい、どうぞじゃね。えんだよ。はい、どうぞ。<laughs> 俺もはい。どうぞつっ,っちゃった今。今これでさピンクの警告文出されたら俺マジで発狂するからな。あの入国券で手間取らせやがってあらどうも。 いつでもあなたの気持ちよくさせてあげるわ。ちょっとね、年齢層がちょっと、ちょっとストライクゾーンではないんだよな。申し訳ない。さあ次。でここにこれ置いてあったら、これ見られてさ、なんだこれって思われそうでやだよな。あれちょっとまた日にちが違いますね。ちょっと待ってくださいね。これどうやって効率よく置くのかわからんわ。愛不審検知。モス準備できてるよ。全くわからん。そうですか。はい、お疲れ様です。はい、お疲れ様です。もう通すわ。あ、まあ、った。 またかよ。<laughs> 間違えました。そうですか。じゃあまた、またその日にね、8時間並んできてください。すいません。あの、まぁ、あ、悪い人じゃなさそうなんで、はい。グロリアンあるね。オッケー。じゃあ通してあげよう。腫れるまで時間かかるね。俺まず今腕がい、もう指が痛いもん。ず <laughs> っと回す握っててさ。さあ、あ、僕この子知ってる。よし、行くぞ。世界一のゲームあるつかある人使に、えいこうあれ。すいません。あの、 あのお聞きするんですけれどもパスポートはあるでしょちょ,ちょっと行ってるよなちょっとラリってんだよこいつパスポート素晴らしい国あるスですがパスポートはいらないでしょいやでもこれぐらいのテンションで行きたい行きたいよね俺このおじいちゃんのさテンションちょっとまねたいわえっ、ー、とねメルジェロさあるねじゃあ通してよさそうだ顔も張ってるから危なかったここ俺やらかすところだったよ やっぱ顔お見かけ通りにはならないね。俺いい人そうだと思ったのに裏切られた気分だわ。帰れへんでね。<laughs> 勝手に <laughs>、勝手に信じて勝手に裏切られた気分になってるだけなんだけど。お、すごい。カッパ来てんのこれ。通していいんじゃないのまあいいことだ。さあ、えー、っとですね。アウターグラス、アウターグラスはあった気がする。通していいんじゃないですか問題はアンテグラリアにアウターグラス。グロリアンとアウターグラスは、え ないじゃね。えかよ。<laughs> じゃね、ちょっと待ってなかったえ。嘘でしょ。ああ、全然やった。闇市場取引激増。入国管理の甘さを政府非難いや。こんなさ抽選で選んでるからですよ。<laughs> 抽選で選んでるからですよ。こんなのだから汚職なんてしちゃうんだよ。はい、他人になすりつけていくスタイル id から面倒くせえ、また増えてんのか、どんどん増えてくるか、入国で入国家の代理りに制御入国証を取得して提示しなければならないそうです。 で、これ辺に置いとかなきゃいけないんで、日にち設定のために。さあ、しょっぱ教授にいそうだけど、変人っぽそう。乗り継ぎです。はい。二日間。まあ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 、まあ。しょっぱなからやらかすと一気に辛くなるけどね。うおー、髪の毛が整ってらっしゃる。さあ、パレディス、パラディスティナーはあったはず、パレディスナこれ、身長160センチかこれ168か体重は50キロ。まあ大丈夫そうだね。まあ顔も一緒でしょ。これで違うってやれたら人俺泣くよ。次 性別、えー、これ違うよねちょっと聞こっか。書で、書で聞こっか。入国権ならあるよ。通して。ごめんな。申し訳ない。ソーリー。バカな。この入国権高くついてたら今、もう完全に不正の流れでしょこれ不正しに行ってるじゃん。でもこういうのは斡旋するグループあるんだろうね。嫌だな。 通していいと思う,、うん、<laughs> 思,う思うで行くスタイルね入国管理官がこんなので大丈夫ああもうさなんか見てるところはし、まま、大丈夫なのに見てないところがダメな時あるの嫌なんだけどほんともうこれ以上やったらダメなんだ息子に会いに行くんだもう6年も会ってないこういうのって大体通れない気がするあ通れないわはい、はい、<laughs> 悲しいこれ情に訴えかけていくスタイルなすまんなダメなんだ 息子が待っているんで、いや、俺も本当ね、こういうのは、ちょっと、本当、に、真面目にこれ、ネタ抜きに、ちょっと、メンタルに来てるけど、ごめん。ちょっと、ダメだ。どちらかというと、下から、で、ど,どっちにがメンタルに来るかって言ったら、あの、下からピンクの髪が出てくるのが、ちょっと、きついから。お女だね。女女、うん。よし。取って、取っていいよ。頑張って働いてね。どこで働くんだろう。なんか、お茶、お茶摘みしてそう。なんとなくだけど。えっボロボロじゃん。<laughs> ボロボロじゃんすか。えー、っとね、じゃあちょっと一応確認しよっか。これじゃなくて、これと。はい。もうちょっと一応、一応さ、名前を確認させてほしい。ほら。<laughs> <laughs> よし、ようやく俺の勘がね、働いて。で、これってさ、 データ一でも別名登録なしってあるよね。ちょっと待ってね。これって、これってどうやんだちょっと別名登録なしってあるから。そうだよね。一応はいはいはい。問い詰めましょう。何のことですか調べくれんじゃねえよ。俺だって言うよりは何のことですかって。調べくれることはできるよな。俺は昔宿題忘れたときに、やったけど忘れましたってった <laughs> これみんな言うよねう。やったけど忘れました。はいやや。やりましたよ。家にありますけどつって。 あ来た俺ちょっとこ,この人に会うとちょっともう嬉しくなる。よう、また会ったな。パスポート持ってけ。<laughs> うわぁ、ちょっとどこだろうちょっとわかんねえな。えー、でもちょっと入国権がないんだよね。じゃちょっと <laughs>、ちょっとパスポートの出来はちょっと目つぶってさ、入国権がないことを責めるか。<笑><笑>俺は優しいからな。入国許可書か。入国許可書がないですね。やっぱアルストスが最高。で、これさ、パスポートは何ちゃんとなってんのこれ。これとこれは、 やっぱ不審だよね。<laughs> ダメなんだ。これはひどい偽物ですね。なんだって、まさか。承認されたものだぞ。誰にこれあれだろう。う自分の頭の中で自分で承認しただけだろう。こぶらした。まず国名がないのか。このパスポートは気に入らない。<laughs> もっといいやつ持ってくまた。当たらちゃんとしたのじゃなくて、またいいやつなの。もっといいやつなのね。ちょっとしっかり見よっか。えー、東グレスティンはありますね。で、ジェニストワ地区。 あ、ジェニストラあるね。わわけじゃなくてラかこれ。ララなのこれちょっと待って。不安だな。ワとラが不安なんだけど。あ、だよなち。めっちゃ近いじゃん。ジェニストラとジェニスト <laughs> えー、すげえ。俺絶対見逃してたわ。今日3回も警告食らってなかったら。<laughs> うわー。 いや、やっぱ失敗で人は学ぶんだなって思いますね皆さんもね、まあ、あの、大きすぎる失敗ではなければどんどん失敗していきましょう。あ、もう、もう、もうちょっと突っ込みどころあるね。ちょっともう、もう突っ込みどころあるよ、これ。こうやってもう入国券見る前から楽に、もう見つかるのは楽だな。さあ、4日目が終了しました。銃撃が上昇。うわー、だいぶ持ってかれてる。だいぶ持ってかれたなこんなに出されたらちょっと俺は、 もう出ていくしかないでしょ。<laughs> 貯金がまだあるからいいけどさ、貯金なかったらもうほぼマイナスっていうね。ちょっと恐ろしい世界だ。